ようすすむりは、台湾を中心として、香港、中国大陸などの中国語県芸能界で、活動する台湾出身の女性歌手、女優。関東省をルーツに持つ、外省人二世である。近年は、日本の大流専門誌以外の一般誌にも露出しつつ、ある。身長162センチメートル、体重42キログラム、花岡芸工技劇科を卒業。 配偶者は、李エイ同級生は、高二、元夏、夏と、ナ台北市生まれ、花岡芸術学校中退後、2000年にアイドルグループ、4人ラブとしてデビュー。この時代に、英名、レイニーが付けられた。その後、流星花園、アスナロ白書などのドラマ出演で女優としても、活動した。2005年に、アルバム、曖昧をリリースして、ソロデビュー。 アジアで30万枚を超えるセールスを達成。抜群の歌唱力で歌手としての地位も確立させ、その後も、グー・ジョー・アイ、ミーティング・ラブ、ニー・イーモン、どこでも、ドアと2枚のアルバムをリリース。2006年に2枚目のアルバム、グー・ジョー・アイをリリースした。また、日本の人気ガールズバンドゾーンの楽曲、トゥルー・ブルーもカバーした。2005年4月、2006年3月に公式に、 来日し、流暢な日本語を披露した。2006年6月の金曲進むでは、嵐の松本潤と共に、プレゼンターとして登壇し、レイニーさんは日本語が達者で、舞台裏でのネタ合わせが非常にうまくいったので、助かりましたと松本に語らしめた。2007年に3枚目のアルバム、ニーイーモンをリリースした。出演ドラマが日本でも放送されたことや、 口述する番組での発言による騒動などで、日本国内での知名度を上げている。2008年4月22日、ドラマ、不良はライバナの撮影中に、階段から転落して負傷するという事故が起きた。すぐさま淡水場、友病院に搬送され、脊髄座症と診断された。2009年11月8日、東京国際フォーラムで開催された、パクスミューザカ2009。 アジアンポップスプラチナムライブの舞台上で2010年に日本語歌詞の CD を発売し日本に本格進出することを表明1月27日に曖昧の日本語バージョンをリリースした2010年4月24日台北アリーナにて地震初となる大型コンサート移相展開を行った2010年10月22日ドラマ開破天身にて 今週進むの最優秀主演女優賞を獲得した。2012年4月15日、日本橋三井ホールにて、日本では初となるソロイベント、レイニーライブファンミーティング2012を行った。2017年12月15日と12月16日、台北アリーナにて、コンサート、青春重量誰世界巡回演紹介を行った。2019年4月20日、 品川インターシティホールにて、デイニーアンファンミーティング2019 in 東京を行った。中国語、英語、日本語、関東語、台湾語を話すことができる。ガーリーで、キュートなルックスとバラエティ番組などで変顔をしてみせる、などの垢抜けたキャラクターから、可愛い教師として、若い女の子のファッションリーダー的存在。持ちネタに、そう可愛いというものがあり、特に、 会というフレーズで、総会を行うのが定番。ザウの名は、努力不一定快成功、ただし不努力一定不快成功。アムロナミエや、宇多田ヒカル、V6 の三宅県のファンだと公言する大の日本好き。本人曰くプライベートでもよく来日しているようで、ハーリー族で有名な台湾芸能人の代表格で、ある。2005年2006年に公式に来日した際は、 流暢な日本語で MC をこなし、コンサートで時々日本語を話したり、テレビ番組で日本語の歌を披露した。2019年7月11日、中国の男性歌手、リー・ロン・ハオが中国版ツイッターで交際中の歌手で女優レイ・ニー・アンへのプロポーズに成功したことを発表した。34歳の誕生日を迎えたリー・ロン・ハオは11日、午前、 レイニーヤンとのツーショット写真を中国版ツイッターに掲載し、今日は34歳の誕生日であり、プロポーズ記念日、OK してくれてありがとうとのメッセージに、ようすすむりんのハッシュタグをつけて投稿。同日午後、今度はレイニーヤンが中国版ツイッターでこの投稿をシェアし、みんなの祝福を私たちは受け取りました。ありがとうと短いメッセージを添え、 プロポーズを受け入れたことを明かしている。2003年、自身が司会の一人であった、台湾の人気テレビ番組、我が祭が祭がさいさいさいで、主司会者の小宗乗りから、日中戦争の期間を問われ、11年と答えた。しかも司会者からの、8年ですの指摘に、たった8年と返した。さらに、中国人はダサい、私の前世は、絶対に、 日本人と発言するなどしたことから、インターネット上で中国の一部視聴者らから過度とも言えるバッシングを受けた。普段から中国人からの不満が背景にあることもあり、2007年4月に中国でこの件について謝罪会見を行い、歴史についてあまりに無知でしたとめに涙を浮かべ謝罪し、自分は喫水の中国人ですと発言した。 4年経っての異例の謝罪だったが、新作映画公開に合わせての会見、また数年も経っているためこの発言を知らなかった者も,もおり、新たな批判が巻き起こる結果となった上記の騒動が、日本の新聞やワイドショーで報道され、日本での知名度が上昇した。オリジナルアルバムシングルオリジナルアルバムベストアルバム、DVD その他多数、ありがとうございます。